スノーマンが幕を下ろす滝沢歌舞伎ゼロファイナル9人の強い要望で実現岩本、やる一択。人気グループスノーマンが主演する舞台、滝沢歌舞伎ゼロファイナル4月8から30日、東京新橋演舞場の制作発表会見が8日、都内で行われた。作品を手掛けていた元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏40が昨年10月いっぱいで退社したことで、開催を危ぶむ声もあったが、 メンバーの強い要望により上演を決定。06年の滝沢演武士郎から続いた人気シリーズは、9人が座長と演出を務める今作で幕を押す。滝沢氏の退社後、作品の存続をめぐり、9人は何度も話し合いを重ねた。岩本光、29は言う。長年この作品を愛してくださる方を裏切りたくない。僕らには、やる一択しかなかった。滝沢歌舞伎、 やらなくなっちゃったね、みたいなのは一番嫌だった。メンバー共通の思いを事務所や主催に伝え、ファイナルという形で実現にこぎつけた。